はい、どうもこんにちは、たけのこ塾の大久保です。今回もですね、勉強法の第8回目ということで、これですね、完璧主義をやめましょうという、まあね、お題でね、お話の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で、まあね、この完璧主義をやめようっていうのは、まあ、ここにちょっと書いてあるんですけれども、まあね、通信制の大学をね、まあ、卒業できることができたんで、まあ、実はまだ在籍してるんですけれども、まあもうね、卒業に必要な単位を取ることができて、ね、来年の3月で、ね、ちょっと私自身ね、通信制の大学を卒業することが、まあ、できそうだとね、それの、ね、経験に基づいてね、まあ、そういうことがね、なんとかね、できた理由っていうのをね、ここにね、3つ書いてみました。ね、で実はね、今からまあちょっともう10年以上前ですかね、にも別の通信制大学で、在籍してたんですけれども、その時はですね、ちょっとまあなかなかね、いろいろ、まあいろんな事情が重なって、まあ卒業することができなかった。まあね、単位をね、いろいろね、取ることができなくて、一回諦めたんですね。で、まあ今回ね、なぜその前回と違って、ね、前回の失敗と違って、今回はですね、その通信制の大学の、まあ卒業までね、こぎつけそうになったのかね、そういうことをね、お話しして、まあ少しでもですね、皆さんのお役に立てればいいかなと思ってお話をさせていただきます。はい、ではですね、まず1つ目、ね、なんでまあ一応ね、今回はね、前回と違ってね、なんとか単位を取って、卒業することができそうになったのかと。1つ目はね、 100% の理解やも暗記を目指さなくなりましたね。まあ、ここに機械的な勉強でいい、勉強法でいいやっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、どういうことかっていうとね、まあ、なんだかんだでね、まあ、なんかちょっとね、僕も真面目なところがあるので、ね、ちゃんとね、100% ね、テキストとかね、その内容を理解してね、で、ちゃんと暗記してね、そして、その、単位を取れるね、試験を受けなければならないと思ってたんですけれどもね、もうあんまそういうふうにね、考えなくなって、とりあえずね、もうテキストを2回ね、テキストを2回ね、通して読んで、そしてね、試験の直前に、まあ、大体その一つの教科でね、小テストが2回とか4回あるんで、その小テストをね、もう1回復習する、ね、おさらいする、ね、いうのだけをもうやる、ね、もうそれから先はもうあんまりやらない。だからまあその 100% の状態ね、まあ僕からすると 100% の状態じゃなくてもね、テキスト2回こうね、流して読んで、そしてね、小テストをね、もう1回ね、問題解いて、もうそしたらもうね、100% の状態じゃないやと思っても試験を受けるとね。でも 100% の状態じゃなくて、一応こうやって機械的にね、勉強して、もうそれでもね、もし単位を落としたらもう諦めるというふうにまあ考えて、試験勉強をしました。ね、そうしたら、まあ大体ね、なんだろう、成績自体はね、悪い場合もあるかもしれないけれども、大抵ね、単位を取ることができましたね。だからまあこの 100% は目指せないね、機械的な勉強でもね、いいので、まあとりあえずね、なんだろう、ある程度の状態で試験を受けるということを、まあ一つね、心がけました。2つ目、まあ、ちょっと難しい言葉なんですけど、目的本位でね、考えたとね。で、まあ、何のために勉強してるのかを考えるっていうことで、まあ、これもね、ちょっと完璧主義とか、真面目な人がね、陥りやすいところなんですけれども、まあ、もともとね、通信制の大学ってね、その、大人になっていくわけだから、基本的には単位を取って大学を卒業するっていうのがね、まあ、本来の目的なんですけれども、まあ、どうしてもその、勉強のね、内容をね、理解しないといけないとか、ね、深く理解しないといけないとか、興味を持たないといけないとか、まあね、そういうことをね、ちょっと考えすぎてしまって、本来の目的ですね、この、まあ、卒業して、ね、大学を卒業して、その、大卒のね、資格単位、資格を、取るという、その本来の目的をね、ちょっと忘れてしまってたなっていうのがありました。その前に通信制の大学ね、卒業できなかった時はですね。だから今回はもう単位を取るね、一つ一つの単位を取ってね、無事に大学卒業の資格を取るね、そのことを考えてやるようにしましたね、勉強の方ですね。なんであんまりその勉強の内容をね、深く追求しようとかね、興味をや関心をね、持たないといけないっていう気持ちはあんまり持たなかったね。そして3つ目、まあ、やらないよりやった方がいい。まあ、これも当たり前のことなんですけれどもね。
まあ、なんていうのかな、やっぱ完璧主義にね、ここに書いてあるように、完璧主義にね、ちょっとね、ハマってしまったり、落ちてしまったりすると、なんか完璧にやらない、できないんだったらもういいやって、ちょっとね、逆に諦めてしまうところがあるんですよね。その完璧主義の人って0か100かみたいなね、もう 100% できないならもうやらんでもいいやみたいなちょっとね、ところがあるんですよね。でも、やっぱりですね、やらないよりもやった方がいい。ね。まあ、私も第1回目のね、この勉強法をずっとね、見てくださってる方は知ってると思いますけど、勉強法の第1回目の時に、まあ、5分間勉強法ね、5分間だけキッチンタイマーを使ってね、とりあえず勉強してみるっていう、この5分間勉強法っていうのをね、少しお話ししましたね。まあ、そこで言ったみたいに、とりあえずもう5分間だけでいいから、まあ、手をつけてみよう。ね。何もしないよりもね、まあ、とりあえず5分間だけでもね、手をつけてみると、案外ね、ちょっと続けて勉強できたりすることもあるし、まあ、最悪5分間でもね、何もしないよりね、勉強できてるんで、まあ、いいかなと思ったり、まあ、結局ね、なんか今までこう、まあ、自分の人生の中で見ててね、その高い目標とか、ね、その志とかね、そういうのがね、あっても、結局、なんだろう、何も行動しない人ですね。何も行動しない。その結局、私はこういうふうな立派な人間になりたいんだってね、高い目標があったりとかしても、結局、その目標だけ持ってて、何もしない人よりも、あまりそういう目標とかをね、深く考えてなくて、ね、勉強だけをただ淡々とする、ね、ただ行動だけをするという人の方が、ここに書いてあるんですけど、最終的にはより多くのことをね、身につけて、いろんなことを成し遂げてるなっていうのにね、ちょっと気づいたんですね。だからその、あんまりね、こう自分、よし、自分はこうなるべきだとかね、こういう目標を持つべきだ、ね、この目標に向かってやっていくんだってね、そんな風なことばっかし考えて、完璧を求めて何もできないよりも、ね、とりあえずね、行動しようとね、行動した方が何かしらね、少なくとも何かはね、知識が身についたりね、いろいろあるので、ね、行動を、ね、重視した。ね、まあ、やらないよりなんかやろうっていう風に、決めたとね、そういう風な感じで、なんとかね、今回、その単位を取ってね、卒業にこぎつけることができましたというところですね。なので、まあね、その、この完璧主義にね、ちょっと、陥ってしまって、ね、逆に完璧を求めすぎて勉強にね、なんだろう、手をつけられないね、そういう人にはね、まあここに書いてあるようなことですね、私がね、こう、今回、ある程度ね、工夫してうまくいったね、こういうふうなことをね、ちょっと踏まえて勉強にね、取り組んでいってもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、少しでもね、お役に立てれば幸いです。それではどうも失礼します。